どうもこんばんちは、キシトです。今回はね、こちらのゲームホームスイートホームエピソード2をねやっていきたいと思います。いや、エピソード2、まあ前にね生放送でエピソード1の方はクリアしたんですけどね、エピソード2がちょっとね日本語化されてないんで、はい、まあちょっと英語のみなんでね、はい、というわけでね、ちょっと生放送じゃきついかなという感じで、今回動画でねエピソード2の方やっていこうかなと思います。まあ続きが気になるからね、はい、というわけで、まあ前編先ほども言ったんで英語なんで、まあ俺が分かる範囲では訳せればいいんだけど、まあなかなか難しい気がするけどな半分雰囲気になる、いや半分以上雰囲気ない気がするけど、早速じゃあニューゲームからやっていこうか。前作見てない方はね、ぜひ前作を見てからにしてください。 Oh, that must be Tim. の電話。 Hello? Tim? Oh, Jane? ああ、よう、ティムと。 Hey, it's Stu. Is Tim there? ティムはどこにいるんだいみたいな感じで言ってんのかな。 Oh, なんか携帯に出ねえんだよみたいな。 Oh, hello, Stu. No, no, Tim's not hereああ、ティムは今いないよみたいな。ああ、なんか朝からどっかなんか出てったみたいな。He must be really busy. What? Really? It's Song Cran Day and he's still working. サングランデイ、ああ、タイのお正月かな。タイのなんかお正月ままでし、に仕事してんのかみたいなこと言ってんね。This thing came up and you know Tim, he's all about his job these days. He said he'd be quick.I don't think we can make it now, but whatever. What did you want to talk to him about? Oh, nothing really. I was going to ask you guys to buy me some stuff from Chiang Mai, but I guess you're not going anywhere for the holidays then, huh? I guess not. Well, I'll keep myself busy, though. I've been meaning to do some gardening in the yard. Maybe it's the time. Well, that sounds fun.なんだろうね、旅行の計画でも立ててんのかね。Oh, I'll be fine. I wouldn't want to bother you. It wouldn't be a bother. That's what friends are for. Anyway, I better get going. 友達ってそういうもんだなみたいな。Okay, thanks, Stu. Bye. Bye.流されるとね、わかんねえから俺も。あ、動かせんね。ああ、ニュースか。で、ジェーンだね、この人ね。The greatest cause of accidents is motorcycles, then public transportation and personal vehicles respectively.Over 37,000 charges have been filed and more than 900 vehicles have been impounded. There are already 603 accidents reported today. Jane. Jane, どこ行くの? Hello? Yo, oh! Just a nightmare. Team.So real. なんかマジで悪夢見たみたいな。うわ。My head. ああ、頭が。Everything's spinning. なんかマジめまいがするみたいなこと言ってんだ多分。うん、ああこれは1階の地図かな。あなんか鍵が置いてあるなあそこにね。 WSD で色だの間違いないな。 I'm so thirsty. うん、ああマジ喉乾いたわってもう一杯飲んでもいいよねっつってなみたいな、大丈夫だよなみたいなこと言ってんだな。
部屋が荒れてんな、主人公よ。ん？ナイフボックス。確かでもジェーンがなんかナイフ持ってたよね。ん？今なんで出た？頭が落ちた？完全にアルチューになってるな。酒がねえ、つって。くそみたいな。なんかあるぜ。ジェンの日記だね。はい。ほう？The same old excuse. All that... ソシアライジング。It's all for a bright future. まあ明るい未来のためにみたいなね。How long do you have to keep drinking it all away, my dear? 彼はなんかどんだけ長い間飲み続けなきゃいけないのみたいなこと書いてんのかな。まあ、アルチョなのは知ってんのかな。後ろのページ。はぁ、あ、はぁ、あ。ソンクラーン。タイのあれかな。旧主要型だった気がするんだけどな、確かソンクラーンみたいって確か。まあなんか旧正月、お正月はタイのなんかな、正月は一緒になんか、いてくれると約束してくれたみたいな書いてあるのかな。で喜んでるみたいな。旅行の計画でも立ててっていう感じかな。anyway, けどなんかどこに行くかまだ決めてないっていう感じかな。どうしようみたいなね。ヒューゲートってな場所かな。ヒューゲートに行こうかなみたいな。でもなんか、私が行きたいのは、ブッダってことは、あれか、宗教的なあれか、仏のなんか敬意を払うために、ドイステープ。これも場所だね。ドイステープになんか、まあ、ジェンは行きたいっつってかな。まあ、ティムは、なんか、怒る、イライラするでいいのかな、これは。かもしんないけど、私はなんか、ティムについていくわ、みたいな。へへみたいな。書いてあるな。適当。電話が鳴ってるよ。一回だね。走れはない、しないね。切れた。青こういうのは俺は追えないぜ。ああ、これは日食じゃないのか。ああ、なんか、やったやった。俺らも学生の頃。なんか見てやるんでしょ、こうやって。そうそう、やったやった。空のボトルだな。だね。日食かなんかニュースだね、これはね。で、ジェーンと俺みたいな。からのボトル。よし、コントロールで。まあ、C でしゃがむと。ここに鍵あったよな。あった、あった、あった。OK。これが J のような鍵かな？こっちは？部屋は相変わらずだね。汚ねえな、お前。ちゃんと洗っとけ。これは？ああ。高いところ残るみたいな感じに使うのかな。ここは風呂場とかシャワールームか。ほう。これは、レターオブサスペンション。あー、これはあれだな。待て、電話だな。また先にこっち取るか。Hey, yo. Hey, Tim. I've been trying to reach you. Did you turn off your phone? 電話なんか携帯電話電源来てるのかみたいな。同僚がみんな心配してるよみたいな。Look, man, I'm here if you need to talk. We all want you to be yourself. まあなんだろう、若くねえんだからちょっと落ち着けよみたいなな。元のお前に戻るの待ってるぜみたいな、なんかね。
まあ応援してるよみたいなこと言ってたな今で、これがレターオブサスペンション。これはあれだね、停職場だね。そうだね、はい。まあちょっと欠勤しすぎてるよみたいな、うん、長い時間期間ね、まあ会社のポリシーに、違反してますよみたいなこと書いてあるね、うん、ポリシー by being absent from the、 そうだね、まあ会社にも行ってないってことでしょうね。で同僚が今心配してみたいな感じで電話してきたのかな。みんな心配してるよみたいな。お、ちょっと酒が入ってるみたいな。飲むな飲むな。うい、コンタクト。これ前にもあったよね。ジェーンがそう頼るであろうみたいな、なんか連絡するであろうみたいな、なんか人のリストだよね確かね。ダイアリーレポート、はい。これはロイタル警察の、まあファイル、日報ファイルか、うん、警察署サムトプラカーンまあこの辺は飛ばして、レコード、ティム34歳、俺のことだな、うん。これはバンチだね。まあバグナムにある、マグナム、うん、まあバンチにそこに住んでいるみたいな感じかな、うん。そうだね、3時半かに、ニタリアニャ、うん、これはジェーンのことかが行方不明、まあいなくなっちゃったことを知って、まだ見つかってないよっつって、うん、言ってんな、うん。でも彼は What he found is Miss Nitalia にあるルーム、はいはい。彼がニタリニアさんかなの屋で見つけたものは、彼がなんか暴行してるんじゃないかっていう感じかな、これ書いてあるのは。うん。まあ、このレポートは現場に彼がいる証拠として使用されるでしょみたいなこと書いてあるのかな、これは。そうね。そんな感じじゃないかな。はい。私の翻訳はものすごく適当だということを、皆さんもね、ご理解いただけたらと思います、はい。合ってるかどうかも分かりません。まあそんな感じかな。で、ジェーンの部屋に行けばいいかな。ウィース。ジェーンの日記系は勘弁してほしいんですけどね。That was the worst dream ever。 なんか史上最悪の悪夢だみたいな書いてあるな、うん。Walking up the floor to find myself in the、暗い森の真ん中で、まあなんか森のあれだな、夢だな。暗い森の真ん中で、自分自身を、なんだこれ、見つけるために目を覚ますと、アニマル&ピーポー、うん、なんか動物や人間の腐った体に運ばれていたみたいな感じかな、か、うん、めっちゃひどかったみたいな超吐き気がしたみたいな感じで書いてあるな、うん、なんでこんな夢を見るんだみたいなね。What make me have a dream like this?、うん、なんでこんな夢見んだよって書いてあんな。後ろのページ。Before I woke up,、I remember walking to out, ちょっと流してもね。
木造の家まで歩いたのを覚えていたと。なんだろうね、その家にはなんか木製の人形がいっぱいあったみたいな感じで書いてあるな。ああ、なんかおな、引き裂かれていたみたいな、書いてあるね。そうね、なんで私こんな夢見んのみたいしら。見るんだよ、みたいな。なぜジェン？なぜ？ なぜって言ってるね。なんで私こんな夢見んのよ、ジェン？みたいな感じで書いてあるよ。まあ、気持ち悪い夢見たって感じかな。ジェーン・ダイアリー。ジェーンが書いた日記だけかよ。書いてあんのは。ノート、タブでノートを見るのは、まあもう、やりまして。お。デミッツ、ちくしょ。なんだってんだ。悪化してやがるぜ、うおーみたいな。お？鳥のさえずり？なんだこの森は？マジ一体どうやってここに来たんだ？みたいな。Can't see a thing. くそ、なんも見えねえみたいな。Reminds me of the place Jane mentioned in her diary. あ、ジェーンの日記に書かれていた場所かみたいな。Where am I? いや、俺はどこにいるみたいな。くれー。あ、でも懐中電灯っぽいのがあるぜ。明かり。ふう。フラッシュライトは F、キノコ。お、走るようになったね。何の音だ？お、なんだあれは。あ、シフトで走るか。なんだと思った。う。This is Welcome。local radio news out of Gengoi, Sudbury.ラジオ？September 4th, 1959. ああ、ラジオだね。The strange happenings of Bontime Village persist. うるさい。ああ、フォトグラフ。写真だね。ジェーンのかな？ラジオはわからないよ。まあ、なんかニュースが流れてる。おお、グロいな、お鹿ちゃんよ。まあ、この辺は、聞き流してください。私にはわかりません。ラジオ系はさすがにわからない。なんかいるのか？なんかいるな、ここに。で、なんかすげえ木に斧刺さってんだけど。斧？取れない。なんか必要だな、これな。おいおい、なんかいたぜ。そしてめっちゃ血が続いてるぜ。なんだったんだ、今のやつは。ほう？奥まで行っちゃっていいのか？いや、あれ。これ橋崩れてるよな、でも。誰かいるやん、でもなんか徘徊してるんだけど。あれは大丈夫な人なのか？それともジェーン？こっちから別に。なんか必要なのか、これ。剥がす。逆にあれか、斧を使って切り出す。あ、おお。 これ明らかにあれじゃん、斧を取るみたいな感じか。引っ掛けるやつだね。で、斧で切り倒すみたいな感じか。
なるほどね。すごいなんかうめき声みたいな、なんか聞こえるんだが、ふーんみたいな、これか。よしよし、あぶねー。でもこれあぶねおー、アックス、オーノー、これをもう武器として持っていこうぜ。おう、カラスかよ。どうせハサミ姉ちゃんとダンシングガールが出てくるんだろう、きっとな。ジェーン、何なんかいた。ジェーンが襲われたな。カッツ・ザ・トゥリー、時間かかるぜこれ。むしろ青の折れた。おいおいおい、勘弁してくれよ、俺の斧は。あ？何これ？あ、セーブに使うものだって、お供え物か。ピースオブペーパー。あ、スピリット？なんだ？霊をなんか礼拝する方法みたいな感じか。はあ、この辺あんまよくわかんねえな。あ、if you cannot communication、 あ、霊とコミュニケーション取れない場合、なんかお供え物をするのがいいよみたいな。別になんか、うん、高価なもんじゃなくて、高価なものである必要はないよみたいなね。うん、重要なのはまあなんかね、純粋な心でお供え物をすることが大切ですよみたいな書いてあるな。うん、ハート、フフフ。あ、でこれで、あ、なるほどね、セーブだ。おお、神よ。はい、というわけで、じゃあ今回は一旦これでね、終わりにしましょうか。というわけで、ね、次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。